今日は大阪にありますサイクルショップ神崎のエバール店さんに遊びに来ていただいてます。はい、皆さんこんにちは、ロックバイク TV です。今日は大阪にありますサイクルショップ神崎のエバール店さんに遊びに来ていただいてます。はい、こんにちは。サイクルショップ神崎エバーレ店の、はい、ルーメンと申します。よろしくお願いします。はい、神崎は、大阪近畿圏に7店舗構える自転車のお店となっているんですが、まあ、各店舗様々な自転車を扱っているんですが、当店、エバーレ店で、スタッフをさせていただいているんですが、こちらでは本当に一般車、電動アシスト自転車、さらにはもう、ロードバイク、クロスバイク、長径車、折りたたみ、e バイクまで、もうほぼ全て、取り扱いをしている店舗となります。今回はね、YouTube の撮影も兼ねて一緒にちょっと、こちらの現場の方に来させていただきましたので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。神崎エバーレ店さんでも今、YouTube 結構力入れてね、ライブ配信なんかをやられておりますし、ここ最近ね、またロックバイクスの方を力入れて販売をやっていただいてますんで、詳しい内容ね、動画の概要欄にも貼っておきますんで、皆さんチェックしてみてください。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。倉庫兼、一応展示っていうかね、バイクの。そうですね。そんな綺麗な感じじゃないですけどね。はい。で、今ね、販売していないモデルとかもちょこちょこ見えたりするんですが、僕はね、ずっとこれ気になってるんですよ。なるほど。はい。マウンテンバイクってあまり、なんか今まで出したって経験なく初めてですよね、はい、こちら出されたのが、はい、見てて僕の好きなスチール、はい、で、いわゆるローカラーって言われるものですね。そうですね。生地って、塗装なしのカラーリングっていうところなんですけど、そうですね、こういうね、はい、これすごくカラーリングも見てね、すごい。そうですね、ローフィニッシュはやっぱりこう、ファン多いですよ ね多いです。で特にこういう、なんでしょう、この焼き色が入ったっていうので、はい、そういうとこ皆さんね、結構やっぱ好きな方多いので、でよくあるスチール系のマウンテンバイクにありがちなのが、はい、まあいわゆるクラシックなものなので今っぽさいらないよねっていうところなんですけど、これね結構しっかり考えられていて、はい、まあ今のもうトレンドでもあるドロッパーをまず入れてくる、はい、でツーナイナーで、はい、本当に太いタイヤ入れれるように、はい、設計しているなっていうところと、はい、ヘッドですね、やっぱり、はい、ヘッドの大きさがかなり太く作ってくれているので、そうですね、いわゆるこう44ミリサイズのヘッドで、うん、上が ZS44、うん、で下が EC44 という規格になってまして、はい、ゼロスタックですね。ゼロスタックです、はい、ゼロスタックベースなんですけど、うん、下はこのエクサナルが付けれるようになっているので、それによってテーパーもできるし、あとは上側がね余裕があるんで、例えばそのウルフトゥースのヘッド変換アングルみたいなものを入れると、ここからさらに寝かせることとか立てることとかできたり、そういったこともできる。今現状で 64.5 度に設定しているので、かなり下れる、下れますね、はい、かなり下れる。でサスペンションフォークもね、140ミリストロークのエアサスがついています。以前のね、うちの紹介動画でも言ったんですけど、はい、これね、SR3 ツアーさんにお願いして、通常ないラインナップ。このストロークが。はい、XCR34 っていうやつは、カタログラインナップは120ミリまでしか設定ないんですよ。そうなんですね。それを、本当このモデルのためにというか、特注で140ミリストロークのものを作っていただいて、っていうような、はい、このベースとの、バランスが他にあまり見ない。かもしれないですね。感じですね、確かに。はい、とか、あとはそうですね、リアをね、可変式にして、ドロップエンド式ですね。はい、これなぜかっていうと、例えば僕ぐらいの身長だと、29ってやっぱちょっとでかいんですよ、振り回せないんで。わかります。はい、僕もね、僕172ぐらいなんですが、はいはい、それでも20ツーナイナー、ちょっとでかいんですよ。そうなんですよ。その一発の乗り越えはね、ツーナイナーやっぱりやりやすいんですけど。そうなってくると、275をちょっと入れたいな。はい、でも、ツーナイナーベースで作っとくと、275だと後ろがね、もうちょっとコンパクトにしたいのになっていう時があるので。もうちょっと冷たいなっていう時ありますよね。はい、なので、今これ、ツーナイナー29の、2.35 が入ってるんですけど、はい、一番後ろに引っ張った状態で、
このこれが割とカツカツ、多分 2.4g で、はい、2.4g でギリギリ入るんですけど、うん、逆にもう299の 2.6 とかは入らないようにしてます。あ、そうなんですね、はい、その分 27.5 で 2.5 とか 2.6 ぐらい入れた時に一番前に詰めれるよ、うん、いう設計をしてます。これね、僕なんでドロップエンドなのかなっていうのはそこだったんですね。そうなんです、はい、あのどちらかというと満点マイク結構がっちり止めときたいっていうところは気持ちはあったんですけど、はいはいはい、なんでドロップエンド、僕の考えたのはシングル、はい、あのにしたいんかなとかを考えたんですけど、はい、シングルにしてはちょっとね、あの長すぎるなとか。そうなんですよ、シングルで使えなくはないんですけど、うん、シングルで乗る場合だ と、ね、このヘッド角は正直あんまりいらない、いらないなと思って、はい、ちょっとなぜだろうと思った。そういう通なりないと、あの 27.5 で使うため の、はい、あの考えで、例えばまあ前だけね、通なりない残してマレット仕様とか積んだりだとかする場合も、やっぱり後ろのリアセンター、はい、可変にしといた方が詰めれますし、あのやっぱり身長の低い人がこう腰引いて下るときって後ろがやっぱ長いとその重心が後ろに行ききらないんで、あのだいぶ下げてもしんどいですよね、でかいのが、はあ、だからやっぱり車軸が前に寄せれるっていう方が乗りやすいかな。一緒にこれを設計、アクトさんと、ね、はい、アクトイズさんとの店長の岡本さんと、はい、見た目はアグレッシブなんだけど、うん、安全な自転車を作りたいっていう、はい、先ほどに出たのが、河内長野でしたかね、はい、河内長野にあるお店さんのね、そうですね、ところにあるマウンテンバイクがすごく得意な、ね、最近マウンテンバイクをすごく推してて、まあ、あのご自身もね、うん、マウンテンバイクのインストラクターの免許を持ってらっしゃって、はいはい、ね、そこで一緒に開発されたってことで、そうなんですよ、見て、あ、これ面白いと思いましたね。まあ、僕もマウンテンバイクはすごく好きで、うん、子供の頃から、はい、マウンテンバイクに対する思い入れはあるとはいえ、うん、もう長らくそのマウンテンバイクからは離れていて、うん、最新トレンドのマウンテンバイクがどんなものかっていうのを勉強するのにちょっと時間かかるっていうところで、まあいろんな今のマウンテンバイクをよく知るアクトイズの岡本さんと協業することによって、その今のマウンテンバイクのトレンドも抑えつつ、もう自分たちのこだわりも詰め込みつつっていうことができるかなと思って、まあ、決してマジョリティではないんですけども、うん、ニッチなね、これ、はい、なんだろう、ちょっとね癖 あるんですけど、ちょっとバイクショップのスタッフめっちゃ好きです。ああ、かもしれないですね。はい、知ると、あ、これいろいろ遊べるぞって、はい、夢膨らむバイクとね、はい、なってますね。そうですね。まずこれがね、僕はもうとても気になる。ありがとうございます。はい、はい、で、その他にもね、まだまだあるんで、ちょっと流し気味で見ていこうと思うんですけど、はい、何かその今、このバイクおすすめですよとか、はい、人気出てますっていうバイクとかはありますか？そうですね、最近やっぱりシングル、シングル非常に、なんかね、割とまたピストのブームが、再来とまではいかないですけども、はい、まあ盛り上がってきてるのかなっていうような感じを受けてます。で、うちの方で今、このジェラシーっていうモデルですね、こちら。これが、ね、まあ、いわゆるこうパシュートフレーム。にしてて、かつトリプルトライアングル構造を、うん、ここね、モノステーな、ちょっと特徴的な。これね、ちょっと僕思い出したんですよ。モノステーっていうのが、はい、チェーンステーね、はい、ここの後ろ、はい、普通はね、2つに分かれていく構造なんですが。そうですね、ここからこう生えて、ここから分かれる。うん、はい、で、これ昔ね、フォークを後ろにつけたのが発祥って聞いたんですけど、はい、はい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 。もうそれをすごい思い出しましたね、このモノステー。そうですね。形状がね、はい、フォークのヤグラって言ったらいいかな、はい、肩ですね、肩をここに使うことで、はい、その後ろを作ったっていうのがなんか発祥みたいな感じ。そうですね、モノステーは、はい、なんですけど、それをちょっと沸騰させるような形状で。そうですね、あちらにあるんですけども、うん、これの前に出したライザーっていう、うん、これはまあ前下がりですけど、ライザーは後ろ下がりな、うん、どっちかっていうとコリックもできる、うん、まあ、マルチパーパスな感じで作ってるんですけど、うんうん、まさにそれのフォークがこの形をしてるんです。で、そこへのオマージュっていう意味も含めてね、このフォーク感のあるそのモノステを、はい、さらにここね、隙間空いてるとかね、はい、普通では見られない形状、はいはいはい、で、さらに普通ね、このピストフレームってなるとブレーキは基本つけれないものも多かったんですが、はい、やはり、ロックバイクさんのスタンスとしての街を乗れるっていうところがしっかり入ってるなって思われたバイクですね。そうですね、うん、であと、まあ、ブレーキはもちろんつけれるようにしとかなきゃいけない、うん、ただ一方でこういう車体でうちも協賛しているフィラーレクリットっていう固定ギアの
レースがあるんですが、うん、こういったレースに参戦するってなるとブレーキ今度つけちゃダメなんです。そうですね、はい、クローズドコースなんです、うん、その場合当然の現場まで輪行で持っていかれてとかってお客さんもいらっしゃって、うん、ブレーキ外さなきゃいけないんですけど、うん、そういった場合に、うん、まあブレーキ外すのはねここトップチューブの中入ってるんでビューって抜けば外れるんですけど、うん、入れるとき大変じゃないですか、はい、なのでこれは、中にこうトンネルが通ってて入れていけば勝手にここから出てくるようになってるので、ありがとうございます、はい、これメカニックとしてはめちゃくちゃ嬉しいです。そうですよね、あの特にスチールフレーム、そうですよね、穴がちっちゃいんで大変ですもんね、はい、あの何かというとこのケーブル、このアウターって黒い、ね、ケーブルが入っていると、はい、入れるのが太いので最後出ないんですよね。出ないですね、はい、でトンネルっていうか、ね、中にパイプを入れてもらうとそのままスパッって入るんですけど、はい、よくマグネットとか使うのがアルミとかカーボンはできるんですけど、はいはい、スチールマグネットできないんですよ。できないですよ。これもマグネットついちゃうんで ね、フレームに。そうですよ。なんでそういう意味でめちゃくちゃ嬉しいです、はい、これね加工としてね結構めんどくさいってよく聞くんですよ。パイプ入れて溶接して削るっていう、はい、もうそれを初めからしていただいてると、ね、はい、ありがとうございます。もうメカニックが超喜びます。これそうですね、まあ自分もやはりそのうちではまあ、こういったね、うん、完成車として在庫しているものもあれば、うん、フレームとして在庫しているものもあって、フレームとして在庫しているものはお客様からのそのカスタムにより幅広く対応できるようにっていうんでやってるんですが、うん、そういったこともあって、自分でもやっぱり一から組む、いわゆるもうね、うん、バラカンってことをよくよくやるわけなんですけど、はいはい、自分で設計したそのフレーム、中同士のフレームを作るの大変なのもよくよく分かってるわけで。はい、ね、えもうこのスチールで中通しのものは本当に苦労する時代もありました。そうですよね、はい、もうこれ本当にありがたい設計で、はい、ありがとうございます。でこれね今バーハンモデル、はい、あのフラットバーというかねライザーバーついてるんですが、はい、その隣に、はい、ドロップのモデル、そうですね、こちら出しましょうか、そちらはいお願いしましょうか、ね、はい、こちらねこれも同じフレームなんですが、はい、こちらドロップハンドル、そうですね、タイプで、これ先ほどのと、うん、こっちの方が多分ねフレームサイズちょっと大きいかな、大きいですね、はい、の方になるんですけれども、ドロップハンドルで、これもねうちのちょっとここがエアロになってるタイプのドロップハンドルで、うん、カスタムした事例ですかね、うん、でフロントにちょっとねスリーバトンを入れたりだとか、はい、その辺とかもうちに今持っているものだったらいろいろとカスタムができるように、はい、なってね、まあ雰囲気変わりますよね。変わりますね。全然、はい、あのパッと見のね、雰囲気がもう一気に変わるんですけど、フレーム自体は同じ。はい。そうですね、でこれサイズごとにあのスローピング消えたりはしないんですか。だんだん小さくなるとスローピングがじゃじゃに消えていくっていうバイクとかもあるんですが、はいはい、そのあたりはそこはかなり意識して作ってますので、うん、こちらのジェラシーに関しては2サイズ展開なんですが、はい、小さい方でもちゃんとパシュートしてるっていうのが一番売りになりますので、うん、そこは本当にね BB の高さとか。ヘッドチューブの長さとか溶接位置とかいろんな細かいところを調整しながら、うん、ちゃんとそのパシュートが崩れないように、うん、はい、作っています。で、ね、ちょっとね僕この見た目がメインに感じると思うんですけど、意外に、ね、このチェーンステーのブリッジをしっかり入れてるなどがね、はい、走りをしっかり考えられてるのかなと思うんですが、 そうですね、はい、その辺はやっぱり意識して、ねね、結構ブリッジってこのつけるつけないで全然走り変わりますので、そうですね、はい、でこのコイル、はい、スリーバトン入ってるんですが、はいはい、このようなあのコンポも一緒に販売されてるっていう。そうですね、うん、これは今確かホームページに載せてたかな、うん、まあ、その都度都度やっぱりこういうものもたくさん在庫してないんですけれども、うん、いろんなものを仕入れてきては作ってその期間で販売したりするっていうようなこともちょいちょいやってますんで、うん、もちろんそれで評判のいいものっていうのは通常ラインナップに加えて長らく売っていたりするんですが、うんうん、どうかなっていうようなものっていうのはまず小ロット作ってみてお客さんが好きになってくれるかどうかっていう、まあ、ある程度テストマーケティングとかも自分らも必要だったりするので、はい、まあ、そういうこともやりながらっていうので現状これはね、数セットまだ在庫、うん、まだあるというところで、はい、やっぱりねこのバトンホイールっていうのはねちょっとピストを塗りに対してはそうですよね、まあ、かっこはいいですもんね、引き付けられますね、はい、どうしても値段がネックなので、あ、うん、難しいです、ね、そうですね、ただやっぱり見た目のねインパクト、はい、あと走りのね走り出した後の流れはねもうバトンにしかない走りがありますので、そうですよね、ぜひぜひって感じですね、はい、そうですね、はい、あとはそうですね、うん、うちが今そのグラベルっていう意味でちょっとずっとこう力を入れてる、うん、こちらのラースっていうモデル、はい、ラースですね、はい、そうですね、
アルミのフレーム、うん、で今フルカーボンフォーク、うん、で溶接もねこの辺実はスムージング処理をしておりまして、でスムージング処理でここ結構あの全体的にあの流してますね、ロー、はい、ローっていうかあの溶接を流して、これは実はね溶接なんではなく、うん、溶接した後に、うん、カーボンパテっていうカーボン混入のパテを入れて磨いてスムージングをしてるっていう手法、はいはい、うん、なのでこここんなにあの持ってるようになんかフィン加工のちょっと別物みたいな感じですね。そうです、一歩手前ぐらいの形で、うん、こちらの方がいわゆるフレックスに対する許容値も、まあ、カーボン混入なので、ね、はい、あるっていう部分と、うん、アルミのローで盛るとやっぱ硬すぎる、うん、そして重くなっちゃうっていうのがあるんで、これだと重量ほとんど変わらず増加しないので、でね、塗装も綺麗に。これはマットブラックで。これはマットブラックの車体ですね。はい、で、クランクもね、これは標準で2ピースのクランクがついていたりだとか、もちろん前後するアクセルになっていたりだとか。うん、このね、2ピース、2ピースクランクなんですけど、クランクのアーム、あのチェーニングもダイレクトでつながってるね、はい、コンポとしてなってるんで、はい、チェーニングのレパートリーっていうか、はい、あの数もね、いろいろあって楽しめるクランクとなってます、ね。はい、今ね、新しくチェーニングのデザインも2つほど、うん、両方ブラックシルバーあって、ちょっと追加してたりするんで、うん、またね、その辺はあの概要欄にリンク貼っておきますので、うん、はい、そういったものもちょっと今ラインナップしてたりだとか、うん、で、これ前が42兆で、うん、後ろが10速なんですよね、はい、1倍変速で11、40なので42、40なんでほぼほぼ、うん、1対1になるギア比なんですが、うん、ちょっと坂道が多いようなところにお住まいの方には非常にうってつけだったりします、うん、逆に本当平坦なとこしかない人からするとちょっと軽すぎるっていうのがかなっていうところありますね。あったりするので、そういう場合は、今これ42兆なんですが、うん、先ほど言ったあのチェーンリングがね、うん、44兆、46兆、48兆ラインナップ結構細かいですね、はい、ありますので、その辺入れていただくことによって、うん、トップも、もうちょっと重くしてトップスピードも出せるし、ロー側も、ね、ロー側も日常使いに軽すぎない設定にできる、うん、でそうなってくるともうちょっとスピード出したいってなるから、はい、ハンドルフラットよりも、まあ、ブルホーンがいいとかドロップがいいよね、みたいな形になってくるかと思います。そうした場合、こうやって、これ、あの、ちょっと作りかけなんですけど、はいはい、あの、ね、ドロップで組みかけてる。ちょっと途中経過の。はい。これちょっとね、まだ ST を片側しかちょっとつけてないんですけれども、うんうんうん、今、ピアグラの2倍で組む予定で、はいはい、で、ちなみにもともとこれ1倍専用のフレームになるんで、はい、本来2倍は組めないんですよ。はいはい。というのが、ケーブルの穴がないんです。で、ただこれはそういうキットを使ってこっち側にケーブルの穴をちょっと追加しましたので、あ、これは一応ワンオフなんです、ね、ワンオフでこの加工をしてくれる。あ、この加工もできます。これはね、あの一ショップではまずしないです。そうですね、しないですし、多分ショップさんではできないというよりもするべきではないというか、うん、ないって判断しますね。メーカーさんの、まあ、いわゆるあの判断がないまま作業はしない。できないですもん、ね、うん、はい。それを了承していただいてからじゃないと、そういうことになります、ね、まず絶対しないので。メーカーは一般的にはどうぞやってくださいとは言わないと思います。絶対に言わないですね。はい、ほとんど。そうですね。うん、その辺というのはやっぱりそのある程度の経験値があって、うん、ここなら穴開けても大丈夫。ここ穴開けるのはちょっと危険じゃないかって判断をできないといけない、うん。そうですね。ここはやはり設計されているとか、はい、その材料の知識ですね、はい、がある。だからこそなので、当店でこの加工をしてください絶対言わないでください、はい、できませんので、まあ、こういう加工をしていただきたい場合はこのロックバイクさんに直接ご連絡で、ね、ていただければ、はい、なので今ちょっとついてないですけど、今後ここに普通のバンド式の FD をつけて、うん、はい、そうするとダブルのクランクつけれるようになりますので、うん、でそうですね、今ティアグラの ST ついてますけど、うん、これも油圧の ST なので、はい、まあ、油圧のブレーキつけられて、はい、つけてっていう風にちょっと組み上げていこうかなとなってる車体ですね、はい、こういう加工ができるのはもうあの場所だけですね。そうかもしれないです ね。お店でやってくださいって言ってやってくれるところほんまに少ないと思いますが、ね、まあ、あのビルダーさんとかならね、そうですね、できるかなと思うんですけれども、ただビルダーでもね、ちょっと持ち込みのフレームはちょっとやめてくださいとか、そうですよ、ね、保証が効かないのでっていう、はい、方も多いかなと思うので、そうですね、あとはチューンはね、よくされますが、おっしゃる通りで、やっぱりカーボンとかアルミへの加工っていうのはどこかで責任問題もついてくるとかっていうのもあったりするので、うん、ただもちろん、何でもかんでも僕の方でね、うん、バカバカ穴開けてくれって言われてもそれもお断りします、はい、でそれはかなり検証して、うん、安全だというふうに判断した上でっていうことになりますので、
いわゆるできる範囲で、もちろんそうですね、はい、やっていただけるっていうところで、はい、例えばそれこそ既存のブリッジをこれ切り落として、うん、もっと太いタイヤがつくようにしてくれとかっていうのは、うん、もうこれもちろん NG なので、うんうんうん、共同的に ね不安になってくる。ただ、ね、もうほんのあと1ミリ削ればタイヤクリアランスれるのにっていう場合だったら、お客さんも本当にいいんですねっていう、そのね、ちょっと了解を得た上で削ったりはすることあります。はい、まあ、自分の車両は過去、僕、たくさんそういうことやってきてて、それこそなんかあの、ダホンの後ろのブリッジ削って 700C 突っ込んだりしたことないですし。どういうことですか乗れます、ね、逆に突くんですね、削れば、はい。すごいですね。そういうこともできたりしたので。はい、まあ、こんな感じで加工もできるよっていうところがポイントですね。はい、で、この、こういうふうにハンドルカスタムとかも、一応受付も、はい、できるっていうところが、はい、ポイントですね、はい。はい。ありがとうございます。ちょっと次、はい、あと何週、2台ほど、ちょっとご案内していただこうかなと思うんですが、ちょっとあちらに移っていきましょうか。はいはい、あとね、僕、このシフトブレーキレバー、はい、めちゃくちゃおすすめです。ありがとうございます、はい。フルホーンコントロールって、これ、世界でちょっとうちしかね、持ってないタイプになるんですけど、操作していただいて。これね、操作していいですか？はい、お願いします。ブレーキレバー、ブルホーンにつけるとき、ブレーキレバーこの位置つくんですが、変速レバーですね。変速レバーがここに、ちょっとあまり回せないんで、この状態です。ここにね、レバーがつくっていう、ね、それが一体化してるんですよ。はい。ダブルレバーとブレーキレバーを別体にしてる方多いんですが、これはもう一体化にしてるのすごいシンプルで、しかもね、左右ね、つけれるものもあるので、すごい見た目的にもすごいシンプルに収めれるし、その、レバーがね、倒れた時、ちゃんとね、ここ、はい、綺麗くね、固まるんですね。まあ、そういう設計をね、ね、デザインめっちゃ綺麗なものとなってます。はい。これおすすめですね。これちなみに、ワンバイ用にも使えるように、ワンバイで使った時にこのシフトレバーを模したようなこういったね、ダミープラグも用意してますので、これないとね、なんか見た目がね、ちょっと飛び出すんで。はい。こういった形で。これ非常に人気をいただいてるんですけれども、今残念ながら在庫切らしております。今、追加生産をしているところです。あ、ここですか。はい。ね、こういう感じでつくというところですね。そうですね。これ使っていただければ、まあ、いわゆるブルホーンにして、変速も、現状やっぱりワイヤー引きしかちょっとない、設定ないんですけど、はい、まあ、いずれこれの油圧バージョンも作りたいなと、思っています。まあ、こんな感じのね、ちょっと特殊なね、パーツとかも、はい、ラインナップしてるの、はい、してますね。はい。で、ちょっとこちら、かせてもらって、ね、このあたりですね、はい、ちょっと過去モデルっていうか。そうですね、これね。こちらはちょっと過去のモデル。僕、このイメージがね、すごくあったので。これ先ほどね、おっしゃってたフィンですね。うん、フィン付きの。はい、これが、初期ロックバイクさん、このフィン付きのモデルが結構出てたなっていうイメージがあって、はい、インパクトがね、すごかったんですよ。で、お話聞いたところ、これ確か金属で全部持っていないと。そうですね。ね、はい。で、縦で埋めて削って塗装してるっていうところで聞いたんですけど。そうですね。僕が知る限り、うん、これをその1970年代かな、うん、にオリジナルで作られたチネリのレーザーはパテでこう埋まっているんですが、パテだけだとどうしても割れちゃうんですよ。はいはいはい。かつ重量もかなり増えるので、うん、僕のやり方はこれパテではなく、うん、パテもある程度使ってるんですけど、うん、内側に発泡ウレタンフォームというものを使っておりまして、それでまず形状を成形して、うん、その上から FRP、はいはい、FRP で蓋をするというか、うん、強度を出すために FRP のフィンをこう表面に貼り付けて、カーボンのガラス板ですね。そうですね。ガラス繊維のカーボンっていう感じで考えてもらって、はい、カーボン、はい、ね、樹脂でコーティングする、そういうことです。で、それをやった後、表面をやっぱりその継ぎ目とかをきれいにするために、うん、ここはカーボン繊維の購入したカーボンパテで表面を仕上げて作っております。で、オプションとして先ほど言ってたその FRP の部分を、うん、カーボンにすることも可能です。以前それで、はいはい、で、そのままそのカーボンのフィンだけを塗装せずに、見せると。見せるっていうことも、例えば黒のフレームでグラデーションつけて、そこだけこう、カーボンが見えると。見えるってことは、めちゃくちゃ手間なので、うん、あまりやりたくないんですが、可能は可能です。
ね、このねイメージがすごくて、ドッグバイクさん出た時からこの感じがありましたね。そうですね、出てすぐってわけじゃないんですけど、うん、少しして出て2年目3年目ぐらいかな、うん、からこういうことをちょっと始めて、ね、この時に本当にロックだなっていうイメージはありましたね。で、あとカラーリングが結構その当時ちょっと珍しい赤色、そのパープルとか、はいはいはい、あまり見かけない、はい、カラーリングっていうのも多く出されてたなってイメージもありましたね。そうですね、うん、うちのそのコーポレートカラーが黒バックに赤文字でロックバイク2なんですけれども、うんうん、そういった意味で黒と赤は絶やさず使っていきたいな、うんうん、それプラスアーミーグリーンというかナトーグリーンというカラーも、うん、うちの中では割とやっぱりこう定番色としてあるので、うん、その3つぐらいっていうのを主軸に、その都度都度いろんなパーカラーっていうのを、うん、で先ほどちょっと見ていただいたブルー、薄いブルーのね、はい、パールがかかったやつっていうのは、うん、これも単純に僕が個人的にすごく好きな色、はい、っていうのと、これもそうなんです、僕やっぱ個人としてね、うん、チネリのレーザーが大好きで、はい、そこにかなり引っ張られてる部分もあるっていうところですかね。僕ね、ブルー見たとき、多分黒森のピストンめっちゃ好きなんだろうなって。はいはいはい、そうですね。当時ね、やはりそのブルーのキーニングフレームが、やっぱりああいうカラー多かったんで、ですね、もう見た瞬間、もうその色だと思いましたね。はい、そうですね。はい。ありがとうございます。その他何かおすすめなどってありますか？そうですね、うん、先ほどそのシングルでちょっと名前が出てきた、うん、はい、こちらのライザーっていう、はい、はい、やつなんです。これはちょっと今ね、ブレーキが未装着な状態で、うん、ちょっと展示してるんですけど、フォーク、まさにそうですね、このフォークっていうのが先ほどのところ、うん、まあこれはね、前後ここのバックフォークも、うん、同じ見た目というか、でフロントフォークがこういう感じに、ね、うん、なってるんですけれども、これはそのいわゆる、まあなぜブレーキをつけずに置いてるかというと、うん、これバースピンができるようにこう、ね、トリック、はい、設計ができてて、ね、純正の状態で全くこう当たらないようになっているので、うんうんうん、こういうところも考えて作っています。これも一応純正状態で、うん、700の 35C がついているんですけれども、ピストンにしてはね珍しい。そうです ね、 35C つけて一番前に詰めた時にもギリギリになるように、うん、設計しております。なのでもうちょっと太いタイヤももちろんつけること可能ですし、うん、このバイク見たときに、フィックスドシクロに使えるんじゃないかなって思って、はい、そうですね。ね、V ブレーキも搭載できるので。はいはい、うん、そうですね、まさにそうなんですよ、うん、トラクロクロスとかって最近流行っているので、うん、ただ、トラクロってイメージとして皆さん、うん、ホリゾンタルのフレームでやられていることが多いので、多いですね。なので、一見これはね、トラクロには使えないんじゃないかと皆さん思われているんですけど、うん、全然そんなことなくて、うん、BB ハイトも高いので、うん、いわゆるそのロードクリアランスも多く取れてますし、うん、トラクロにはこの見た目、スローピングしてる見た目が嫌だっていう人はちょっと無理かもわかんないですけど、うん、じゃなければトラクロに非常に、ね、使い勝手良さそうだなっていいと思います、ね、はい、まあ、タイヤサイズはもう十分ですし、はい、あと、まあ、強度的にもうフォークがすごい丈夫そうなので、はい、めちゃくちゃ強そうっていう感じなんですね。そうですね、そこもね、で全体的に先ほどのジェラシーは、うん、いわゆるその細いシルエットを大事にしたいので、うん、NJS と同じパイプ系で作ってます、はい、ダウンチューブ 28.6、うん、トップチューブ 25.5、うん、これオーバーパイプっていうんですね、そうですね、うん、ダウンチューブがこれ 34.8 の、うん、トップチューブが 31.8 なんで、うん、あれよりも2サイズというパイプで作ってます、うん、でそれに合わせてフロントフォークもかなりしっかりしたフロントフォークにしてますので、ね、でフォークのねこのところがちょっと BMX 感の、そうですね、あるフォークのね、はい、エンド、オフセットをエンドで出している形に作ってますね。うん、ね、ストレートの感じがまた珍しい、はい、フォークデザインですね。そうですね。で、ただやぼったくならないようにちゃんとフォークにも先細りのテーパーかけて、うんうん、ね、スタイリッシュ、型がすごい珍しいデザインですね。はい、そうですね。まあやっぱりこの型をね、うんうん、前後こうイメージを合わせているっていうところが、まあ、最大の特徴になるかなと思います。うん、はい。でちょっとね、ブレーキついたこのドロップモデルもちょっとだけ見せてもいいですか。はい、でこれをちょっとドロップで、まあ、ブレーキがついた状態ですね、はい、これがね結構他にもほぼないデザインで、はい、ね、ついてますね。そうですね、これはリアがこっち向きにつくのって結構珍しい、はい、ね、見た目上シンプルにできてるのと、ワイヤーがねこっちから出る、ね、逆なので、はい、あまり 見ることのない、そうですね、設計ですね。はい、これもやはりそのピストって後ろから見た時のね
見た目、スタイリッシュさっていうのが非常に大事だっていうことが一つと、うん、あとはそのトリックをする人たちで、まあ、かなり少数にはなるんですけど、うん、少なからずトリックの一環としてフットブレーキを使いたい人だったりだとか、うん、まあ、あとここをこう足をね通したりするときにブレーキついてると邪魔になるっていう、うん、はい、ところもあったりとかして、まあ、前も後ろも内側に入れることによって、まあ、ビジュアル的にもあまりその邪魔しないように、うん、かつそのいろいろやる上でもトリックの動きをこうなるべく阻害しないようにっていう、うん、まあ、このちょっと見た目の、ね、インパクトもありながら、はい、実は設計もやはりここしっかりと検討されて作られているのが、はい、やっぱりロックバイクスの良さですね、はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、こんな感じでちょっと、ね、いくつか紹介してきたんですが、はい、その他にもね、バイクいろいろあるので、はい、もし来られた際ね、はい、ご説明受けていただければと思います、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。それではまたね、バイバイ。